ちょ、こんにちは。さあ、はい、キャンプ情報豊さん。はい、若手は楽しみなのが多い。多いですね。多い。あの前に前回に、まあ、ドラフト、うん、去年のドラフトの選手たちをパパパッとピックアップしてお伝えしましたけれども、今回は、まあ、今年ルーキーのね。あ、そうですそうです、うん、そうです。まあ今日話すのは、はい、今年2年目から、はい、まあ何年目かの選手だよね。いわゆる、まあ、若手と若手と言われる、ね、選手たち、うん、でやっぱり、はい、1人目は豊さんも、はい、あのインタビューとか対談、ね、うん、以前ありましたけども、ね、ロッテの佐々木朗希投手、まあ、楽しみだったけどね。はい、なんで過去形。いやいや、まあ、昨年もさ、はい、全く姿はもう見せず、うん、で今年も本体は沖縄本島に移るけど、はい、石垣に残ったままでしょ。だからまあ調整遅れというかさ、はい、まあまあちょっとそこら辺がしっくりしてないんだけど、うん、まあこの前のブルペンを見たら、はい、ちょっと投げ方が小さくなってるよね。それはどういう小さい。いや、俺の1年目の印象だと、キャッチボールの時からすごくこううわーっと大きかったんだよね、はい、ホームが、うん、でもなんかこうちょっとここはテイクバックが小さくして、なんか小さく見えたんだよ、うん、ブルペンに入れるよりももっと遠投させたらどうかなって思うんだよね、はい、ブルペンってある程度コントロールを要求されるじゃない、自分の中でも、はい、まあ例えばキャッチャーがこうやって構えてる、そこに投げたいという欲が出るでしょ、はい、遠投ってそこまでの欲ないじゃない、コントロールというよりも。でも遠くへ投げなきゃいけないから大きなフォームで投げようとするわけね、うん、小さくこうやって遠投するやついないわけ、絶対にこう大きく投げるじゃない、うん、でももう一回その遠投をもう少しやった方がいいんじゃないかなっていう、まあ、やってたらすいません、はいはいはい、やってたらすいません、うん、だけどでももっともっと数を増やして遠投させた方が体を大きく使えるんじゃないかなと思う。今のそのコンパクトな小さくまとまってるのは、うん、それは球の球威とかにも影響してくるんですか。多分ね、あれじゃ160キロ投げ、あの格好で投げれるんだったら、あのこういう小さいテイクバックでね、ちょっと胸の張りも小さくなっちゃったんだよ、はい、あの1年前ってガーッと張ってたんだけど、胸の張りがこうちょっと小さくてテイクバックが小さくて投げる、うん、これで160キロは俺は出ないんじゃないかなっていうような気がしてならないんだよね、はい、だから遠投だと大きく投げるから胸の張りが戻ってきたりだとかするから、もう少し遠投させた方がいいのかなっていうような気がした。ただ物自体はやっぱ素晴らしいよ、はい、腕の振りとか、うん、小さくても前で大きくバーンと振れてるけどね、うん、振れてるけど、なんか1年目見たなんかすごいなと思ったのから、はい、なんかちっちゃくまとまっちゃったかなっていうような、そんな感じがしちゃったんだよね。本来だったらもしかしたら去年1年目からちょこちょこ投げさせた方が良かったのかもしれない、まあ、投げれる状態だったら投げさせてたと思うけどね。そうでもなかった、何かあったんだろうね。まあ今年こそはね、本当に見たいというか、いや、ファン待ってるからな、はい、プロ野球っていうのはファンの期待に応えるのもプロ野球だからさ、うん、はい、まあ焦らすわけではないけど、うん、早く見たいよね、俺も。そうですよね、うん、でまた早く見たいといえば、うん、ヤクルトのこちらも2年目奥川投手ですよ。最終戦かなんかに投げ飛ばしてケチョンケチョンにやられたけどさ、はい、まあでも今年はいい表情で、はい、なんか非常にまとまってたよね。佐々木朗希と違うのは、奥川っていうのは球威って言われないじゃない、はい、いかにまとまるかじゃない、うん、だから佐々木朗希っていうのはすごい辛いと思うよ。速いボールを投げなきゃいけないから、しかもあの豪快というかね、それを求められてるんですもんね。そうそうそう、見てる方からで、奥川はやっぱ勝てるピッチャーって言われてるから、はい、だからまとまってていいんだよね、うん、だから非常になんかこう今年はいい状態で投げてる感じがする、はい、じゃあ早いです。奥川投手の方が早く今シーズン見られる可能性ありますかね。まあ台所の苦しさっていうとさ、ヤクルトの方が苦しいから、はい、まあ、それだけチャンスは多いよね、奥川の方が。うん、続いてロッテの藤原選手です。藤原いいねまあ去年ね、まあ、後半というか途中からですやっぱり振れる、うん、それとやっぱりよくキャンプでも振ってるね、はい、でやっぱ松中っていう臨時コーチが言ったでしょ、はい、で同じ左バッターだしすごく参考になってると思うよね、うんうん、ただやっぱり欲との戦いがある。それは
去年経験したことからの欲っていうことです、うん、まあ例えばホームランを打ちたいとかさ、うん、やっぱ松中が教えるっていうのはやっぱホームランだと思うんだよね、はい、まあ率も教えるだろうけど、うん、やっぱこう遠くへ飛ばす強く打つっていうことばっかりにとらわれてるとやっぱ自分を見失うというかさ、はい、まあせいぜい打ってプロで20本いくかいかないかじゃない藤原で、うん、そしたら確実に1番バッターとして率を取りに行った方がいいからさ、はい、だからそこら辺ができるかどうかだよね、うん、でも楽しみだよね。そうですよね、うん、あでも豊さんが口数少ないということはもう藤原選手も出来上がってるというか、いや、やっぱりレギュラーでやってもらわないと困る選手だよね、うん、はい、そうですね、うん、まあなぜかというとその荻野がさ怪我がちだし、はい、で角中が昨年悪かったとかさ、うん、まあいろいろそのベテランが金属疲労を起こしてくる中で、はい、やっぱ若手に出てきてほしいよね。そうですよね、うん、だから藤原がやっぱその外野手の中では筆頭だと思うよ。で今挙げた、ね、佐々木奥川投手、まあ、あのポジションもちろん全然違いますけれども、うん、その2年目の選手よりかは誰よりも去年、まあ、経験値があるっていうその一軍で、まあそうだね、はい、だからまあそれだけに、まあ、昨年彗星のごとくね、うん、コロナの影響もあって出てきたけど、はい、だけどその勢いを続けてほしいなと思うよね。でもまあキャンプやってる姿はもう生き生きしてるしさ、はい、だからまあ心配はしてないけどね、はいはい。そして阪神の2年目、はい、井上選手も今注目されてますよね。いいんだよやっぱりね、はい、余力がある、うん、だからそんなにもうめちゃぶりしてないのにボールはパーンと飛んでいくしさ、はい、だから魅力あるよね。だからその佐藤選手と阪神はこの井上選手が若くしてこう起きそうというか、いやそれはね将来クリーンアップ打ってるよ2人ともこの井上選手の魅力って豊さんどう？ただねプロはやっぱり1年目1年間過ごすとさ、うん、無駄をなくそうとして、はい、迫力がなくなってんだよね、うん、ちょっと、うん、もっと若いから振ってもいいんだろうけど、はい、でも確実性を求めてるんだよね多分自分の中で、はい、だから丁寧に打っていく、まあ、それはそれでいいんだよ、はい、いいんだけどまだ2年目という若さを考えたらもっとがむしゃらにバーンと振るとかさ、はい、そういうのがあってもいいのになと思うわけ。なんかやや綺麗に、いや綺麗なの、なりすぎちゃってるって綺麗なの、そうそうそう、だから荒削りでもいいと思うんだけど、うん、まあやっぱり自分で早く出たいっていうのがあるんだろうね。それもそれで悪くはないんだけどね、はい、それでもボールが飛ぶからさ、うん、でも彼が何本目指してるのかっていうことだよね、うん、まあ、甲子園という球場を考えると、はい、それそんなにポン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 ホームランが出る球場じゃないからさ難しいけど40発は打てる素質を持ってるだけに、はい、もうちょっと振ってもいいんじゃないかっていう、ね、打ってたように綺麗プラスじゃなくてもいいからそこは豪快さっていうか荒削り、うん、まあ、例えば考え方なんだけどさ、うん、3割、はい、20発、はい、ね、40本、うん、2割6分、うん、どっち取る？2割6分40発、はい、だから考え方なんだよね、うん、例えば佐藤とかだったら、はい、40発2割6分7分でいいっていう考え方を多分しそうなバッターなんだよ、はい、でも井上は3割20発前後っていうふうに考えてるのかなと思うんだよね。ああなるほどね、優等生というか、うん、だから平均レベルっていうかさ、こう何もかもこううまくやりたいというかさ、はい、まあそういうタイプかなって思って面白い、まあ、佐藤と井上を見てると対照的で面白いんだよね。あ、そうなんですね、うん、でも楽しみな選手だよこの井上選手も、うん、はい、そして育成も豊さんちょっと注目してる選手がいるということで、はいはい、まず巨人の、うん、八百板選手、八百板いいよ、はい、紅白戦でポンポンとフォアボール出したんだよね、はい、初回に、で3番に入ってんだけどさ、はい、その初球をさパーンとレフト前打って打点を上げたんだよ。で何が言いたいかというと、やっぱこうフォアボールフォアボールって先発ピッチャーが続いたらやっぱ待ちたくなるんだよね。だけど八百板っていうバッターはその初球のストライクをレフト前カチャーンって打ったんだよ、うん、これの裏付けがあるかどうかなんだよ、はい、まあ、例えばそういう
ピッチャーの心理を考えて、いや必ず置きに来ると、うん、ストライクを取りに来ると、だからその初球を勝負しに行ったって裏付けがちゃんとあればいいんだけどさ、はい、おそらくすごいなっていうバッターなんだけど、その後の打席をポンポンと見てると全部初球から手出してるんだよ。だから結局初球を打ちたいんだと思って。なるほど、うん、だからそういう裏付けが できてきたら、はい、そのヒットに対しての一本の意味がもっと大きくなるわけよ、はい、そしたらずっと続いていくわけ、うん、そういう頭を持って打席に立ってると、はい、でも素質は抜群だからさ、うん、そういう裏付けでヒットをこう重ねていくと、はい、これはもうレギュラーが近いになれるぐらいの選手だ。ちなみにどのタイプ選手とか似てる選手って言います、バッターで。いやまあ結構アベレージヒッターかなと思うから、はい、まあまあアベレージヒッターみたいな、うん、まあそんな感じだけどね、うん、まあ、そんなにホームランを打てるバッターではないと思うけど、はい、でもアベレージは確実に残していくっていう、うん、ただ初球から打つ分だけ出塁率がどうかなっていうのはちょっとあるけど ね、 そうですね。でもそういう一歩のヒットに対してこれをこう考えてここに打ったっていうさ、その裏付けがあるとすごくいいね、うん、これからも着実に伸びていける、うん、狂わないバッターになってくるよねってことですよね、うん、さあそしてもう一選手育成のソフトバンク、うん、リチャード選手、やっぱいいね豊さんの一言もいいんですか、やっぱいいですね、あのね、やっぱ力があるわうんうん、うん、力にもさ、フェンスを越えるのにギリギリで、はい、もう目いっぱいでギリギリで越えていくんじゃない、うん、もうね、パンと打ったら、パンと、もう余裕がある、ホームランに。だから、その、排気量が違うというかな。馬力が違うんですね。うん、だからまあ、サード松田、リチャードもサードやってるけどさ、はい、まあ、ファームの成績は2割2分ちょっとなんだよね。うん、で、2冠は取ってんだけどさ、はい、打点とホームランとかね。ファームではね、だけどその率が2割5分でいいから、うん、1試合に1本でいいから打つような計算が立つバッターであればね、2割2、3分っていうとさ、うん、まあ、2試合に1本2本でしょ、はい、になっちゃうじゃない。でそうじゃなくて2試合で2本から3本打てるバッターになってくると、うん、もうレギュラー取るね、松田選手と取ってかる可能性があるってことですよね、うん、まあ、マッチもいいけど、はい、毎年こう選抜から外れる時期があったりだとか、はい、まあ、年齢的による衰えっていうのもね、うん、まあ、多少あるから、はい、だからチャンスだよ、うん、もうあのね、やっぱパワーだとか飛距離を見ると使ってみたいと思うよね、はい、だからもう少しどちらかというとこう前で打ちたがるんだよね。前で打つのはいいんだけど、逆に場面によっては引きつけて反対方向を狙うようなそういう練習もしとくといいよね、うんうん、だから一番いいのはフリーバッティングで何でもかんでも前に飛ばすんじゃなくてファールを打つ練習したらいいかも。あ、ファールを打つ練習ですか、うん、だからファールを打つっていうのはバットのヘッドがこう遅れてきて引きつけてファールを打つ、はい、前で打つと全部前に飛んじゃうんだよね、はい、だから確かにホームランバッターっていうのは前で打つ選手が多いんだけど、でもリチャードのこの体の馬力だとかさ、パワーだとか考えると反対方向にも十分ホームランが生まれるバッターだから、はい、もう少しねこう引きつけてインサイドから出す、インサイドから出すっていう練習をしたら、はい、もっと広角に打ててホームランの数も増えていくと。そういう練習をちょっと意識して、そうそう、そしたらね率も高くなってくると、うんうん、でもね今挙げた選手はみんな楽しみだよ、ね、2年目の選手は育成の選手、ね、そうですね、まあ、これからプロ野球界を背負っていくような選手たちね、はい、そうですね、うん、豊さん、あのちょっと今後もあのキャンプとか、まあ、紅白戦など見て、見ちょっといい選手いたらまた YouTube でまたっていうか絶対上がるよね。そうですよね。いやだっていい選手多いやっぱ他にもやっぱりいるんですね。でね、アマチュアの指導者の方もねやっぱよく勉強されてるんだと思うよ、はい、だからしっかりした教え方をしてるよねバッティングでもね。お、うん、じゃあもうちょっとね豊さんがどういった選手たちをまたピックアップするのかを楽しみに、うん、そうだね、はい、したいと思います、はい、はい。